ミルクサッカーアカデミー井上真央でございます。どうもミルク佐藤でー、皆さんありがとうございます。キンコンカンコン、こちらです。ドン出た、おー、下にデータ選出ベスト11、あー、ありがとうございます。 J3 11節編でございます。はい、ということでございますね。 J1 J3 どっちか、どっちも、はい、J3 ですね。はい、先週末行われた、まあ、これそれぞれですけれども、ね、はい、まあ、もう次の週始まるよってところでもあるので、うん、まあ、振り返り的な感じも含めて見ていければいいんじゃないのかなと思っております。よろしくお願いします。はい、では、うん、早速行きたいなと思うんですが、うん、はい、ちょっと普段とは逆で今日は J3 から行ってみようかなと思ってまいります。はい、わかりました。はい、ってことでこちらでございます。はい、どーん、こちらでーす。はい、こちら。ちょっと行きますね。あ、わー、はい、今世 MVP は、うん、もう、はい、皆さんだって分かってらっしゃるでしょう。うん、AC 長野パルセイロのハットトリックを決めました、はい、三田直樹選手でございまーす。それはもうね、それはそういうことになりますかね。そうですね、うんうんうん、今1対8と、まあ、すごい、はい、まあ、この試合で8点取ったことがというよりも、やっぱりね、はい、長野その前の、はい、天皇杯で川崎と前線したことによりやっぱ自信回復がやっぱり大きかったんじゃないかなと、なるほど、うん、思われます。流れができましたもんね。そうなんです、ね、こんなに流れなくてもとは思いますけどねすごい特にちょっと鳥取の皆さん思ったでしょうね、いや今みたいな、ね、そうですね、まあ言うてもチャンピオン候補ですからね、一番のね、本来は。そうなんですよね、今はちょっとね、下位の方にいますけども。はい。でも、ここから、さ、ハンデの時間は終わりましたよ、みたいな感じで多分来ると思いますから。ちょっとなんかここら辺からちょっとまた楽しみになります。なるほど、なるほど。はい、そして全体的に見てもやっぱり、まあ、そりゃそうなんですが、はい、長野の皆さんがかなり入ってまいりましたね。はい。まあ、大森、本当は前線ではあるんですけど、まあ、中盤にね、うん、そのまあ、森川選手も入ってきたりだとか、うん、というか、中盤3人全員長野になりました。うん、森川選手と。確かに。森川選手と。はい。まあ、これ結果見ても明らかなんですけど、三田選手があの3ゴールだけじゃなくて、もうシュートにつながったパス、3キーパスを出してるの、出してるんですが、それ以外にも、森川選手が2ゴール1アシスト、坪川選手が1ゴール2アシストと、もう他の細かいデータ言わなくても大体わかるじゃんっていうレベルになってるっていうのも、すごかった。先生のデータの集積の総合値でね、弾き出してるってことは、やっぱり、もうチーム全体でデータがぐーんぐーんと上がってるわけですもんね、今節は。そうなんですよ、ね。はい、8点取ってるということで。で、はい、最近の J3 だと珍しいのが、はい、やっぱまあ、さん、ここまで J3、今までだったら10回かやってきたりとか、実、うんうん、も18回ぐらいやってきたんですけど、はい、ちょっとなんか青系が多かったじゃないですか。青系。いわゆるセンターバックやサイドバックの方がこうノミネートされることが J3 特に多かったんですけど、ね、はいはいはい、今回逆転して、うんうん、なんか、一気にオフェンスの皆さんがドーンと入ってきてて、ね。いっぱい点数が入ってますもんね。そうなんですよ。これもしこうガーってランキングつけていくんであれば、はいはい、4チームまででこんな感じだけど、また19位からこう30ぐらいまでまた前線のメンバーがドドドドドって入ってる感じだったので、で今回はそういう爆発した説になったのかなというと。なるほどね。はい。はい。その中でちょっと面白いのがね、うん、まさ、我々実はね、イスマイラさんに選出。あ、そうですね。インタビューさせていただきまして。はい。すごい可愛い方でしたね。いや、はい、そうなんですよね、はい。真面目でね。はい、しかも。そうなの、うん。前節ある意味終わった後ぐらいのところでね、取らせてもらいましたが、はいはい、イスマイラさんがちょっと信じられないデータを残してまして、はい、1試合の中でのデュエル回数33回っていう。うん、すご多分、今季の J3 って多分最多になると思うんですけど。これ、前線でもそうだし、ね、後ろでもそうだし、守りのセットプレーみたいなとこでもね、そうなんですよね、きっとね、すごいことですよね。攻撃が18、守備が15とかそんな感じだったんで、うんうんうん、いやバランスよくやってるなっていうのが、精力的、汗をかくね、助っ人ね、ハードワークっていうところをこの間、ね、ご本人もおっしゃってたので、はい、またちょっと近日出しますので皆さんどうぞお待ちください、ね、そんなイスマイラさんだけじゃなくて、うん、まあ、2ゴール決めました川西選手だとか岐阜のね、はい、もしくは八戸の前澤選手、まあ、1ゴール1アシストもありましたけど、はい、彼らに至っては攻撃だけで26回のデュエルをやってたりだとか、もうほんと攻める方が多かったり、はい、で逆に攻める人がいるってことは守備のデュエルも、まあ、ある意味では多くなるって形だったんですけど、はい、すごいのがまず前線も担当している、熊本の岩下選手、大卒ルーキー、うん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 、ワンゴールしただけじゃなくて、なんとインターセプト6回に守備のデュエルで13回中12回勝つっていう、うん、いや前線にいときながらディフェンスも頑張ってるね。はいはいはい、はい、
で、後ろで見ていくと、同じく熊本の酒井選手だ、酒井秀一選手だとか、あとは YS 横浜の宗近選手、彼らが守備のデュエル13分の12、18分の17などと、めちゃくちゃもう戦ってるってので、なんかね、もう見ていくと分かるのが、J3 全体、選手ここじゃなくて、チーム全体でもやっぱり、例えば数年前とか、去年とかと比べても、どん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 デュエル回数みたいなのが上がってるんですよ。激しくなってる。そう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 。そういうことなんですね。そんなところが。全体的に上がってるということがあるんですね。そうなんですよ。なるほど。でもしかしたら、こう、試合によっては、まあ、なんか今日間延びしてるなって思うことがある、試合もあるかもしれないけど、うん、実はこう、やっぱり J3 発足当初2014とかと比べたら、あれこんなレベル高かったっけみたいなところまで行ってるってのは、あるみたいですね。はい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 。という J3 でございました。はい。ありがとうございます。続いて J2 行きたいと思います。あ、聞いていいですか？例えばこの、八木下選手、右のね、はい、下の2列目、下から2列目、八木下選手、センターバック、富山。はい。この、守りデュエルが12回、13分の12勝利ってことですよね。はい。GINT っていうのは何ですか、これは。GINT。あ、6インターセプト。インターセプト。あ、ごめんなさい。ジャイアントみたいなイメージだったから。ごめんなさい。一応ね、全部なんか、前はインターセプトとか全部カタカナで書いてたんですけど。あ、6インターセプトを決めてるて。そうなんですよ。ありがとうございます。はい、上にね、一応、指標じゃないけど、これだよってこと書いてあるもんね。いや、そこ見てもわかんないから、はい、ジンとないなと思ってたら。6インターセプト、ごめんなさい。天然かましちゃった。文字がね、どうしてもこのサイズでやらないと、どうしてもいろいろ合わないってところがありまして、すいません。キーは何でしたっけね。キーパスでございます。キーパーに繋がったパスでございますね。これはちょっとじっくり見てください皆さん。よろしくお願いします。もう見ちゃってるからありがとうね。はい、すいません。はい、では続いて J2 いきたいと思います。2ですございます。こちらでございます。はい、ドン出た。はい。こちら、J2 の今節の MVP は、ブラウブリッツ秋田ワンゴール回しの鈴木純也選手でございました。おめでとうございます。総合値でね。まあ、ただね、鈴木純也選手とは言いましたが、今から数名ここに、はい、同じ黄色のカラーリングをさせていただこうと思います。この方々も、ほぼ同点だと思っていただきたい。ドン。すげえ。ピーター・ウタカ選手、そして田中啓太選手、山田浩太選手、ンドカ・ボニフェイスさんでございます。なんかそれぞれのね、個性も役割も違う中で同点。うん、そうなんですよ。まあ、結果がまあ分かりやすいんですけど、はい、ここも、あ、もう熊谷さん、もう一名いらっしゃいましたね。大変失礼いたしました。はい、ドン、はい、風間浩也選手、ね。困りますよ、彼を忘れてもらって。2点ぶっ込んでんですから。そうなんですよ。ってことでちょっと見ていただきたい。まず、宇高さん。はい、うん。宇高さん、そもそもね、この群馬戦で2ゴール決めてらっしゃるんですよ。はい。で、まあさん、はい、皆さん、はい、試合内で、1ゴール決めたら、まあ、それでもやっぱここに入ってくるレベルになるわけですよ。うん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 。2ゴール決めたらそれ入るわけですよ。まあそうですよね。うん。はい。でもだけじゃなくて、枠内に1試合の中でシュート2本入れる。はいはいはい。ゴールが決まるとかじゃない。枠内シュート2本打つだけでも、実は相当の確率なんですよ。そういうもんなんだね。この試合、宇高さんは枠内シュート7本です。7本。はあ。逆にね、対戦相手のキーパーもすごかったね、じゃあ。そうなんですよね。キーパーさんも。まあ、惜しくも入らなかったぐらいだところではありますが、はい、まあ、宇高さんが、まあ、これはもう素晴らしかったとも言えたのかもしれません。そして続いては、山形の山田浩太選手。はい。こちらも2アシストかな、ごめんなさい、2アシストかな。2アシスト。はい。はい、決めてあってところではあったんですけども、うん、シュートプラス5本と、こちらも。はい、まあ、中盤でしかもアシストやってる選手がシュートまで放ってるってところもあるので、まあ、どれだけ攻撃を軽減していたのかっていう。ところでもありましたね。個人的にはそういえば、ここ一個前回ね、月曜日に我々出す J リーグ応援部で私一個言い忘れてしまったことがあって。何でしょうか。ゴールパフォーマンスの後に、はい、ケーってやってほしかったんですよね。山田浩太選手。あー、なるほど。久保建英選手のそのケーにこうアンサーする形で。ね、そう、はい、なるほど。うん。はあ、はあははあ、ちょっとそれがちょっと見たかったなってのはありました。あの K は浩太のケーだっていうね、が一番、ね、でしょ、有力なんでしょ。そうですね。本人も、うんうんうん、友達の、
あのイニシャルですみたいなことだけはもう話してるので、選手が言ってたんでしょ、友達のって。はい、はい、なるほど。なんでおそらくは彼だと思いますからね。はいはいはい。そして、まあ、K つながりじゃないですけど、うん、ここからね、KK と KT がやってきますけど、はい、次風間光也選手、うん、風間光也選手も分かりやすく2ゴールでシュート5本ですから、はいはい、まあこれすごいね。山田光太選手、風間光也選手、それぞれ2アシスト2ゴールみたいなところがありました。そしてこの男、はいはい、ケータ・タナーカーなんですけど、ケータ・タナーカー、はい、彼も2アシストありました。うん、もう一個ただすんごいデータ残しちゃってます。皆さん残しちゃった。はい、うん、攻撃も守備もデュエル勝率 100%、うん、うわーすごいな、すごい。これちょっとこの間我々見るわかマンデーライブというところで、まああのデータから見るこう移籍みたいなことの話させてもらったんですけど、はい、田中圭太選手が移籍するかかどうかまだ定かではないですが、彼が残しているデータが面白くて、彼と対峙した選手ってのはデータがすこぶる悪いっていうね。ああ、この間もね伺いましたね、確かチンチンにしてるということですか。そうなんですよね、はい。だここでただこの日に関してはもうアシストもされることがデュエルっていうところでも残したっていうのはこれはもう素晴らしいなーってものでした。すごいですね。はい、そしてなんで左が田中圭太選手が右のウイングの位置にいるかというと、はい、ちょっと前にねいますけど、そうなんですよ、はい、あの全く同じポジションで秋田の鈴木純也選手右サイドバックで被っちゃったんで、なるほど、これは便宜上ということでね、ちょっと、そうね、ちょっと前に出ていただいたって感じ。まあもともと前なんですもんね、そうなんです、ね、はいはいはい。で鈴木純也選手、まあ、あの辺からアシストしてるからないつもな。まあね。ね、うん、確かに。そして鈴木純也選手なんですが、うん、1ゴール1アシストと、うん、町田相手にね、もう右からのクロスドーンってのと、フリー直接フリーキックドーンってのと、うん、その厳しさ。すごかったね。はい。ご自身の関わった2つの得点でそのまま町田相手に勝利を挙げたというところが1つのポイントにもなりましたと。はいはい、もちろん、書きたいことがたくさんありすぎて、鈴木純也選手だけで、この横幅全部いっぱい使いそうだったので、うんうんうん、このね、画像、画面全部横幅バーっていっぱい使いそうだったのでそんなにもそうなんですよ。ちょっとねすごかったなというところでございました。はい、そして、ンドカボニフェイスさん、うん、まあさ皆さん、うん、もしかするとはあるかもしれません。はい、この夏、あら水戸から正直来たばかりですが、はい、いやどっかから J1 クラブからお声かかっても、うん、おかしくはないです。あ、そうですか。はい、東京ヴェルディ序盤は、加藤光健、北九州から今年やってきた加藤光健選手をセンターバックの位置に入れて、はい、どっか選手なかなか出番はまだなかったんですよ、うん。それが出番得られるようになってから、データがすこぶる上がっていきまして、はー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 、この日、千葉戦においては空中戦、10分の10全勝、うん。いやー、それはすごい。で守備のデュエル15分の14っていうのもあるんですよ。完璧な数字じゃないですか、ほぼほぼ。さらにもう一個あるのが、うん、アクション成功率が高いんですよ。はい、要はやっぱヴェルディってこうボール持ちたがりなチームじゃないですか、うんうんうん、だからビルドアップの時に関与するので、以前はその元々中盤やってた加藤光健選手が下がってセンターバックやってたんですけど、はいはいはい、それをこのねンドカーボニフェイス選手がご自身一人で全部できるようになってしまって、なるほど、これはステップアップあるねっていう、うんうん、そんな状況になってきてるよと。完璧な守りで宇野ゼロに貢献したというこの説でしょ。うん、はい、これはすごかったですね。はあ、あとね、この人、まあ本当一人一人言いたいところはあるんだけど、うん、そのンドカボニフェイス選手の一つ上見ていただくと、浦上選手、はい、甲府の。はいはい。すごいデータ残しまして、はあ、インターセプト12回。12回。普通3回1試合の中でインターセプトしてたら、もうそれだけ拍手されて叱るべきなんですが、はい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 、12点。ほほほほほ。これどういった要因が考えられるんですか？まあこれ要因は一つね、ちょっと残念なことというか、この日、まあ甲府はジュビロ岩田との試合になったんですが、はいはいはい、前半3分、うん、甲府センターバックメンデスはレッドカード。なるほど。なるほど。うん、なんで、どうしてもこの日、これね、他のチームもそうですけど、姿勢に回る時間が多かったっね、そうなんですよ。うんうんうん、ただそれでも、1点でしのぎ切ったっていうのは、はい、浦上選手頑張ったよねってことは言えるんじゃないのかなと。はーはー、奮闘のね、証拠がここに数字で残っているという。そうなんですよ。そしてもう一つ、甲府が頑張ってたんだよってことはもう一個言えるんですよ、うん、はいはいはい。その浦上選手の右3人見てってほしいんですね、皆さん。右3人。はい。伊藤選手、森岡選手、大井選手。岩田のセンターバック陣。おお。
で岩田のセンターバック陣がこんなにどんどんどんと入ってくるってことは、はい、うん、それだけ甲府のオフェンスメンバーがガンガン押したから、そういうことですよね、数値残ってるってことだもんね、うん、そうですね、まあ、最終局面はだから岩田がね、点取らせなかったってことはもちろん言えるかもしれないけど、うん、はいはいはい、ディフェンスのデータがいいってことは相手のオフェンスの選手が攻めてきたってことじゃあ先生、これあれだね、下から2列目は全部これ甲府の奮闘を物語る1列でもあるんだね。そうなんですよ。ああ面白いねデータって。面白いなって思いました。だもう一個だからそれで見てみると面白いのがね、はいはい、あの森岡選手の2つで見てみると、うん、遠藤康人選手が入ってるんですよ。はい、この日の遠藤選手、はい、オフェンスデータは正直といったレベルでした。あ、ただディフェンスが守備5分の5、5デュエル勝ち、うん、はい、そしてセカンド8回って書いてありますが、いわゆるあのこぼれ球のボールピックアップ8回と試合内確かトップだったかな。なるほどなるほど。っていうところで、うん、だ甲府がだから頑張ってたからこそやっと3歳もこう押し込んで、ね、押し込んでっていうのがね、要はだから劣勢で一人少ない中でも浦上選手が拾いまくって、うん、インターセプトしまくって攻めに回ったところをやっと3やら、うん、この3バックの皆さんやらが受け止め続けたというのが、そういうことだったんですね。そうですね。面白いもんだなというところで出てきました。なるほど、はい、ちょっとこの数値をもとにもう一回この試合見てみると面白いかもしれませんね。いやそうですね、ぜひでございます、はい、あとはあの我々これ収録しての6月の中旬ですけれども、はい、どうなんかね最近あの J1 から育成型期限付き移籍でね、はい、鳥栖から石井選手が、うん、愛媛に行ったりだとか、はいはいはい、あとは相模原ね小玉選手が行ったりだとかってことが出てきてるし、うん、昨日の動画でね、そうなんです、出してくれました、はい、で来月に関してはもう移籍のね、はい、またウィンドウも開きますから、おそらく6月はまだとしても7月8月あたりからは J1 からこうなんかまたやってくるようないろんな選手たちがなんてこととかもちょっと見えてきますよね。また生態系にね変化がもたらされるわけですか、うん、去年で言ったらね、はい、エジガルジュニオさんとかそのタイミングでやってきたとかありましたからね、途中からね、うん、だからまたどうなるかといったところとなってくるかも、ね、どこにどんなブーストがかかるんでしょうか。また楽しみでございます。先生、ベストイレブン教えてくれて、どうもありがとうございました。ということで、ミルツアカデミー毎日ね、やっております。いろんなテーマでやってます。うん、この動画面白かったら、よかったら、ためだったらと思った方、グッドボタンを押してください。お願いします。ね、お願いします。そしてチャンネル登録一つよろしくお願いいたします。ということで、またお会いしましょう。最後まで聞いていただいてありがとうございました。井上真でした。ノーミルク佐藤でした。先生、皆さんありがとうございました。それでは、また次回です。バッハ。ありがとうございました。